つくば記念病院総合病院とは、許可病床数百床以上で主要な診療科を含む病院のこと。従来は医療法で規定されていたが、1996年の医療法の改正により廃止されている。従来医療法で定められていた総合病院については、診療科ごとに診療法酬明細所が作成され、高額療養費の計算も、 各診療科を別の保健医療機関であるとみなして計算されていた。そのため、70歳未満の患者においては、一部負担金、相当額が2万1000円以上の診療法襲名最初のみが高額療養費の積算対象であるので、高額療養費が患者の不利に計算されることがあった。平成22年4月診療分以降は、上記に該当する総合病院についても、 病院ごとに診療報酬明細書が作成されることとなっている。なお、先に述べた医療法で定める基準に該当しない病院かどうかを問わず、現在も一般市民などから総合病院と呼ばれている病院は多い。それらは一般的に多数の診療科を有している、その地域の中心的な病院である二次救急以上に対応する救急病院としての機能がある。 などの理由によるものである。ありがとうございます。